俺もチローに連れてってタケチャンネルへようこそ。はい、東京都浅草に来ております。この日はね、浅草でこのね、浅草サンバカーニバルね、行われるというので、しばらくねコロナで中止になっておりましたけどね、ついにね今年ね、まあ完全復活ということでね、コンテストもね再開するということでね、うん、あのコンテストってね、何と思うね方もいらっしゃると思うんですけど、サンバカーニバルっていうのはね、コンテストなんですよ。各チームごとにね、あの順位を競って、終了後にはねその年の優勝チームが決まります。ちなみにね、私の知り合いがチームに参加しているというのもあるんですけど、あの私ねこのブラジルの音楽大好きで、あのコロナ前はね毎年見に来ておりました。はい、まあ、ちょっとね、サンバの前にですねちょっと調べたらね、すぐ近くにね俺の生きる道さんがねあるということでね、はい、とりあえずねちょっとそっちに行ってきます。はい、俺の生きる道イリア店ですね。この辺はね、浅草の喧騒とはねちょっと外れた場所にあるんですよ。まあ昔ながらのね昭和な雰囲気が残っているところで、そんなにね人通りがね多いわけじゃないんですけどね、あれこの人たちどっから来たんだろうっていう感じにね、あの切れ目なくねお客さんがね来店してるんですよ。まあ、ガチなねジロリアンというよりは近所の方がねふらりと食べに来る、そんな感じで、店内はね他のまあジロ系にないね、うん、だからねリラックスした雰囲気が、空気がね流れています。はい、というわけで着丼でーす。はい、こちらね俺の生きる道さんの汁なしを今回注文しました。あのですね、ちょっと今回確認したいことがありまして、はい、あえてね汁なしを注文したんですけど、今回ね、コールはもうそのままということで、はい、ニンニクはね、あの最初から入れないつもりだったんですけど、お店のね雰囲気とその店員さんのねコールの聞き方がねあまりにもね普通だったので、はい、ニンニク入れますかと聞かれてね、あ、ニンニクなしでというねなんかもうど素人丸出しのね返しをしてしまったんですけどね、行った後でね、あれ今のコールだったんだってね、うん、ちょっとね、気づくということでね、本当は油増しはしたかったんですよ。まああとそれね手前にあるのこれ洋辛子でね、これもね入れるかどうかね聞かれますけどね、うん、この辛子をね一体どうやってどこで使うのかっていうのがね、頼んでいながら分かっておりません。でまあね今回ね確認したいっていうのはね、このからしのね使い道じゃなくて、うん俺道さんのね汁なしのね返しの濃さというのをね、はい、うん、それにしてもねこれ豚ナイスなサイズですよね、結構でかいっすね。ねじゃなくて、もうあのですね、赤星マシマシ TV のね赤星さんがね今年開店した俺道さんの館内店のね汁なしを食べた感想っていうのが、あのこれ返し入れ忘れたんじゃないっていうようなねぐらいのまあね薄さだったというね、あ豚すごくいいですよこれね、豚もねこれ確かに味付けね薄めっていうか優しめですね、だからこれ早速胡椒豚ということでね、結構なんかね入れまあなんちゅうかねかけすぎの感じもしますけどね、いやもうこれぐらいがねまあいいんすよ、うん、かなりパンチも効いててねこれもね、はい、でまあ汁なしのね味付けがねまあ優しすぎたと、うん、返しね入れ忘れたんじゃないかというんでね、はい、確かにね俺道さんの汁なしはどのお店でもね優しめな味付けなんですよ、だけど全くね返しの味がしないということはねないんじゃないかというね、そういうはずなんですよ、本当はね館内店の方にねまあ行くべきなんですけど、なかなかね遠くて、はい、こちらのね入谷店はまだねちょっと来たことなかったし、
まあサンバカーニバルねやるっていうんでね、うん、いいこれタイミングだということでね、こちらでじゃあちょっと確証しようと、うん、でそれでね、まあはい、なんか今しそり手に動きましたけど、結果なんですけどね、返しの味がねないっていうことはないですよ。まあ汁なしはね、まあ麺の風味をね楽しむためにあえて優しい味付けにしてるんではないかとね、はい、自分は思ってるんですけど、だいたいこういうまあ二郎系好きな人はね、がっつり濃いめの味が好きな人が多くてね、うん、貝原雄山みたいなのはねまず来ないという、うん、自分はね俺道さんのねこの麺がね好きで、はい、麺の風味をね損なわないこのギリギリの味付けっていうのがね、かなり好きなんですよ。はい、ね、この色味からしてね返しがないってことはないんですけどね、まあこれ魚粉も混じっちゃってんかな、まあ赤星さんのはね、はい、やっぱりねこれ多分入れ忘れたんじゃないのかなとね、はい、あの人ねよくねニンニク入れ忘れられてますしね、はい、汁なしね美味しいですよ、はい、うん、この優しさの味付けはね、うん、あの賛否両論なのかもしれないですけどね。でこの後ね私サンバカーニバル見に行くんですけどね、ちょっとねこっからサンバカーニバルのね話になっちゃうんですけど、浅草のねサンバカーニバルはリオのカーニバルをね手本にしていると聞きます。なのでねいろいろなね要素がねこれ入ってるんですよ、あのセクシーなね女性ダンサーね、ばかりじゃないんですよね。うん、何かというとね、あの女性ダンサーがね、クローズアップされますけど、それだけじゃないんですよ。うん。あとね、ちょっと国民性なのかね、まあ、日本人のね、観客っていうのはね、結構おとなしい方が多いね。もうちょっとね、手拍子をするとかね、うん。盛り上がったりするとね、やってる方もね、あれ嬉しいと思うんですけどね。はい。ちなみにね、私の知り合いがいるチームがね、今年優勝しました。はい。というわけで、ごちそうさまでした。はい。この動画ね、面白いなと思った方は、いいねボタンとよろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。はい。今回はこの辺で、アテロゴー。